はマレーシアのサッカー選手。元マレーシア代表。ポジションは FW または WG。ペラ FA のユース出身で2002年にトップチームに昇格し2002年2003年のマレーシアスーパーリーグ連覇に貢献した。翌2004年はパハン FA に連撃移籍。このシーズンはパハン FA が優勝し、彼自身はスーパーリーグを3連覇した。 この年彼は21試合15得点の活躍を見せ、リーグ得点王にも輝いた。パハン FA との契約が満了し、2008シーズンにはセランゴール FA へ移籍した。2009シーズンにはケランタン FA に移籍し、ペラ FA でチームメイトであったムハマド・カリド・ジャムルスとのコンビで活躍した。2009年4月18日には、ヌグリスンビ・ラン FA 戦で相手ディフェンダーである。 モハマドラ・ハマンザブールを踏みつけ、ヌグリスン・ビラン FA のサポーターから悪評を得た。しかしながら彼はこの行為で、レッドカードを提示されることはなく、退場を免れた。同年のピアライ FA マレーシアの決勝では、セランゴール FA 相手に、PK 戦にも連れ込んだが彼のシュートはバーを直撃し、3から1でこの試合に敗北した。ケーランタン FA はこの年、ヌグリスン・ビラン FA に敗れて、 マレーシアカップのタイトルも落としているが、彼はフリーキックからこの試合で得点していた。ともかく彼はこの年に最優秀選手を受賞している。マレーシアカップについてはその翌年にタイトルを獲得した。2011シーズンは T チーム FC に移籍した。しかし翌年ケランタン FA に復帰。シャアアラムスタジアムで行われたマレーシアカップ決勝戦で、 ATMFA を破りタイトルを獲得すると、マレーシアスーパーリーグ、ピアラ FA、マレーシアも制覇し、トレブル達成に貢献した。2013シーズンにマレーシアプレミアリーグへの降格が決定した、フェルダユナイテッド FC に2013年末に移籍。2014シーズンのプレミアリーグを2位で終えるのに、貢献し、スーパーリーグへ復帰した。 その後2015年12月30日にケランタン FA への再復帰が発表された。2017年12月3日、クアラルンプール FA へ移籍した。2003年の東南アジア競技大会に出場した。他、同年のプレミアリーグアジアトロフィーに出場した。また、2002タイガーカップにも出場し4位で終えた。ノリザンバカル監督によって、 AFC アジアカップ2007のマレーシア代表にも選抜された。同大会で彼はマレーシア代表唯一の得点者となり、中国代表から点数を奪ったものの、グループステージ全敗という結果に終わった。その後代表から長らく遠ざかっていたが、2014年9月14日に行われたインドネシア代表戦の際に、ダラーサラー監督から招集された。 控えとして途中出場したものの2から0で敗北した。また、マレーシアリーグクシーとしても出場経験があり、2008年7月29日にはシャアアラムスタジアムでチェルシー FC と対戦しているが0から2で敗れた。しかしチェルシー FC の監督、ルイス・フェリペ・スコラーリはこの試合について良い、試合であったと彼らを称えた。代表での得点一覧。 ありがとうございます。